ちんたパーキングから宮崎市街地方面ちんたバイパスは宮崎県の宮崎市海田から宮崎市おりゅうに至る全長約5キロメートルの国道220号バイパスである。当項目では終点以南のちんた日南改良事業についても扱う。言動は海岸の崖の縁を通り軟弱な地質も災いし一度洪水が発生すると崖崩れ土砂崩れにより 通行止めとなることが多々あり、近隣住民が孤立するなど死活問題であったため、かねてからバイパス道路建設が悲願であった。本来計画上の路線は全線開通しているが、終点以南の内海地区も同様の問題を抱えているため、バイパス道路を現在建設している。近隣住民にとっては、悲願のバイパス道路であるものの沈島地区の中心地を、 迂回する形で建設されたため、皮肉にもかつては、新婚旅行のメッカとして繁栄しやと衰退した、この地区のさらなる衰退が懸念されている。掘り切り峠トンネル、田を日南改良事業の一環として整備したトンネル。1998年度から事業に着手し2003年度から工事が開始され、2008年3月23日に開通した。総事業費は、 約80億円。ンタオバイパスと異なり完成に車線となる。東トンネルの開通により、異常気象時の交通規制が撤廃され、内海地区の陸の孤島化は解消されるものの、観光地、掘り切り峠や道の駅フェニックスを避ける形となる。ありがとうございます。